南相馬ソーラーアグリパークは太陽光発電所と植物工場、これを組み合わせた事業であるということに加えまして、子どもたちに持続可能な形でいろんな体験活動を提供できるということが非常に意義があるものと思っております。なるべく大勢の子どもたちにここでの太陽光発電所、植物工場に加えまして電気自動車の体験も含めていろんなものを実感として肌で感じていただき、震災からの復興に、そして未来へとつなげていってもらいたいと思います。太陽電池、これで、例えば夏の一番条件のいい日のお昼頃に1時間で作られる電気で、この電気自動車25台分以上をフル充電することができます。それだけ太陽の力はすごいんです。そういったところを皆さんぜひ実感していってもらいたいと思います。本日のスタート、誠におめでとうございます。東京電力の原発事故があって南相馬、こんなに多くの人が集える状況を夢見ることさえできない、そういう状況に追い込まれてしまいました。けれども本当に多くの皆さんのご支援でこのように南相馬アグリパークオープンセレモニーを開催できますことは皆さん一人一人のおかげであります。植物工場で生産されますレタスなど安全安心な地産地消をテーマに積極的に各班に努めてまいります。販売から物流などの役割をしっかり果たし、ご支援を申し上げていきたいと考えております。この一つの拠点にこうなってほしいなという見える形でですね、こういう形で子どもたちが、いろんな職業体験だったり交流したりですね、そういうことがこの施設でできるというのは初めてだということなんです。キッザニアから、都会の子どもたちがですねここへ来てやっぱり実際に体験して、そして地元の子どもたちと交流するということで、若干ですねやっぱりチャレンジのところがはっきりとあると思います。まずやってみるというふうに我々も思っておりますので